田中正宏選手の契約上限について契約金額と条件2年契約1億円プラス出来高の契約が引下げ示される可能性があり出来高を多く設定することで条件をクリアできるかもしれない田中選手は1軍で投げたいという希望があり遠いた数を保証すれば契約は成立するかもしれないただし 金額よりも先発ローテーションの確約を求めてくる可能性が高い。目の前で田中選手が必要だと宣言するオプションも必要といった意見も。2年契約の満了後、再契約の孔渡るは待てば待つほど金額が安くなるチキンレース状態になりつつある。現状では田中選手が引退せずにもう少し戦力として 必要とされる状況だが、200勝を達成するためには、原始戦いが予想される。チームの対応と選手のプライド。金銭面よりも3勝を達成するための上限が重要であるとの予備的がある。楽天は、再契約よりも他の選手、フランコやターリーの契約を優先している。田中選手が先発したいという希望を持つ限り、 上限を受け入れれば、格安でも契約するチームは存在するだろう。田中選手のプライドの高さや年としがネックになり、他の球団からのオファーが少なくなっている可能性がある。契約交渉の現状と今後。金銭的条件。楽天が日下げ示した契約は、500レレレレプラスでき高1億円で、 総額2億円以上の条件が必要かもしれない。田中選手は、金銭よりも、当番機会や、契約条件に重きを受け入れており、安くても良意とする、姿勢も見せている。他球団が先発ローテーション確約を受け入れれるか、どうかが、契約の成否を、決める重要なポイントとなる。若手に、遠いた機会を言えるべきとの意見も、あり、金銭よりも、 現役俗業の意欲が求められている楽天の再契約への姿勢楽天は、他中選手の再契約よりも他の選手の契約を優先し、田中選手の再契約が難しくなっている状況田中選手は、自らの立場を理解し、引退をサト悟るしている部分もあるが、参照に対する未練が強いファンとメディアの 半王。プライドと未練。田中選手が200勝を達成すれば引退するというシナリオが強く意識されており、その未練が彼を苦しめている可能性がある。金銭よりもプライド、登板機会がちぎり役交渉の鍵となり、現状ではお金だけでなく、登板機会の提供が必ず要不可欠だと考えられている。どの球団も、 必要ないと感じている可能性があり、田中選手が自分から対談をしていたが、いずれの球団にも相手にされなかったとの報告も。球団の姿勢。田中選手が必要かどうかという問いに対して、欲しい球団は少ないのが現実。しかし、金額的に高すぎることが契約の障害となっており、契約金額が高すぎることが一因であると、 考えられている。田中選手がいらないと思われた場合、契約交渉が難航する可能性がある。結論。田中選手の現状は、金銭的な問題よりも、登板機会やプライドが大きな要素となり、今後の契約交渉は難航しそうである。彼が現役続行を望む限り、先発ローテーシーオンの確約や、 他の上限が重要な焦点となるだろう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。